大野学とは、古代の中国や朝鮮、ベトナムに設置された管理の高等教育機関。古代の教育体系においては最高学府にあたり、官僚を養成する機関であった。大野学という言葉は、継書に見られる。来期によれば、春は、上、小という学校を作ったといい、秋の時代には、壁洋という学校があった。こうした、 貴族指定のための高等教育機関は国学と総称され、また、大野学ぶ大学といった語でも呼ばれた。ただし、大野学ぶが確実な制度として現れるのは、寛大以降とされる。北平設計残石。五漢時代の設計の一部。1922年に、洛陽の不都学の遺跡から発見された。同じ遺跡からは三体設計も見つかっている。 漢の時代に、大野学部は、首都に所在する高等教育機関の正式名称となった。前漢の部帝が、当中女の検索によって設置したのが、はじめとされている。大野学部は、儒教を正当学問とした。前漢の時代の、大野学部は、長安に設けられ、五漢の時代には、落葉に設けられた。学生たちは、地方から選抜され、 試験に応じて官に任用された。五官の時代に学生の数は3万人を超えたとされ、清流派の拠点として一大政治勢力となった。精神は落葉に太学を設け、投身は健康に太学を置いた。精神の皆、年、ね、2年、苦行大部の指定の教育機関として、大野学部とは別に国古学が設けられた。 国古学と不都学の双方は国古採取が干渉した。詳細は国古館を参照当代には大野学ぶと国古学が併地されており、他の教育機関と共に行政機関、国古館の下に置かれた六学の一つであった。六学卒業者には科挙の最終試験にあたる正民の受験資格が認められた。なお、当代の不都学では、 剣闘士として、党に留学した、安倍中丸が学んでいる。太学の官僚養成機関としての役割は、壮大に、下居制度が整備されるとともに失われていった。秋代に初教育機関と教育養成機関は、国古館という名で一本化され、以後新末までこの名で続いた。高栗の時代に、大の学部が設けられた。三国式によれば、372年に、 小十林王が、不都学を設立し、儒教による教育を行ったという、管理高等教育機関として、白木は、国学を、高来は、国古館を設けた。詳細は、清金館を参照高来王朝を巻き、国古館は、清金館に改称された。朝鮮王朝でもその名称は引き継がれ、ハンスン府に置かれた最高教育機関は、清金館と呼ばれた。 陳朝体操は、県中8年に科教を行ったが、その実施方法は、大野学部を設立し、太志学生に試験を受けさせ、これによって、紳士の資格を取らせるというものであった。始むりが、霊長皇帝に即位すると、首都昇竜に国古館を置いた。制度は現状にも引き継がれ、1803年に、笛に国古館が置かれた。 現庁の過去は1919 19年を最後として廃止され、国古間も廃止された。ありがとうございます。